こんにちは。どうすか、変えました？コラボのやつ。ちょっと今どういう感じなのか、僕今帰ってきたんですけど、もうね、僕の欲しいやつは12時半にちょっとちらっと仕事の合間で見て、うわー、振り切れてるよ。仕事の合間に見た時はこれが売り切れて、これの S だけ売り切れてたんですよ。で、あとこれも売り切れてた。で、今帰ってきてみて、もうキャップ、ソックス、まあこっちは関係ないか、受注だから、は残ってたんですよ。で、パーカーも残ってて、まあ買えなかったと。そもそもこれの S が買えなければ、1万、これで1万6千でしょ。で、それに靴下を足して2万円にして送料無料にしようと思ったんですよ。で、もうこのパンツが売り切れてる時点で僕が買うっていうのはもう考えられないです。そこまでして欲しくないというか、で、僕の、まあ皆さんが使えるかどうかわかんないですけど、僕のその買えなかった時のモチベーションというか、心の、なんていうんですかね、言い聞かせ、自分へのどういうマインドを持って解決するかっていうのがありまして、で、そもそも皆さんというか、そのこの1万6000円かけてそのパンツを1本買う、余裕で買えるっていう人は、まあ結婚してる方はもちろん、まあ高校生の時だったら全然僕ね、月10万ぐらいバイトで稼いでたんで、それで丸々全部使ってたんで買うんですけど、この年になって40代になって余裕で買える人ってそんないないと思うんですよ。年収400万円、平均年収400万円で手取りで20万円台でしょ。そうすると余裕で買う人っていないと思うんですよ。だから逆に売り切れててくれて、この買わなくて済むなって、僕も我慢、メンタル弱い人間なんで我慢っていうことがあんまりできないんですよ。ただ何としてでも今日発売日に手に入れたいっていうタイプでもないんですよ。高校の時はその初回限定版 CD とかにすごい弱くて、何としてでもちょっと高く払ってでも買ってやるっていうね、タイプだったんですよ。でもさすがに大人になってそれはまずいだろうと、借金だけはしないでおこうと、どんだけ使ってもいいけどっていう考えなんですよ、そもそも。で、その時点で個人的には自分に優しいんですよね。貯金はもうしますけど、そこまでしないっていうか、なのでマインドとしては、そもそもこれを買います。で、リフトって配送早いんで、明後日ぐらいには多分関東だったら着くと思うんですよ。で、それを買って、ま、来て届いてまず履くのかどうかっていう話なんですよ。履くか、別に他にも持ってんじゃん、特にリフトはいっぱい持ってんじゃん、それ履けばいいじゃんっていうか、履いてないのもあるじゃんみたいなで、こうすぐソールドアウト、しかもね、このトリプル X リミテッドの限定品っていうのはこうすぐ売り切れるから、だいたいその転売目的の人もいるんですよね。で、すぐメルカリに出しちゃうんですよ。で、だいたい2万円ぐらいで、そうすると、みんなこのコロナ禍で不況の中で給料下がるっていう中でね、中には子供もいる人もいますから、買うかって話なんですよ。2万円も出して、その2万円じゃなくても定価以上のもの出してね、
買うのかっていう。僕あともう一つこの U ポケットの携帯入れるポケットがあんま好きじゃないんで、 100% 心底欲しいかっつったらちょっと迷ってるとこあったんで、売り切れててくれて諦めがついて助かったんですよね、うん、欲しいは欲しいですよ。いずれ手に入れるつもりではいるんですよ。ただこの定価で買わなくて済んだなっていう、うん、売り切れててくれてありがとうって感じなんですよ。要はその転売目的で買うってことは、履くことに興味がない、履いてるの見てもらうのに興味がないね。そのトリプル X の方のファンの人が買ってんのかもしれないですけど、まず、うん、2万円で出す、例えばね2万円で出す、その後それでみんな金がないから買わないで、下げる、ちょっと下げます、もうちょっと下げてくれませんかっていう人がコメントで来る。そうすると今下げたばっかりなんで下げられません、じゃあ分かりました買えないんで諦めますって一旦諦めるじゃないですか。でせっかく例えば1万6000円でもしかしたら売られたかもしれないのに、まだ下げたばっかりだから、発売したばっかりだからっつって意地張って売らないじゃないですか、履かないのに。そうするとどんどん下がっていって1万3000、1万2000とかそれぐらい多分なると思うんですよ。下手したらうまくいけば1万円まで下がる。でも1万3000でも1万2000でもやっぱみんなに、日本人ってせっかちなんで買っちゃうんですよ。売り切れてるとないものを欲しがっちゃうんですよ、履くか履かないか分かんないのに。でそれで1万5000円とか1万6000円で買っちゃうかもしれないですけど、まあその時点でもう送料分浮いてるんですよ。だからその転売目的で買う人って多分損してしまうんですよ。で意地張っていや1万儲けようと思うから多分 10% 引かれて1万6000円で売りたいと思うんですよ。だそうすると1万7000とか1万8000でふっかけないと元取れないわけですよね。でもそれでも履かないから結局売らないと、なんか買った意味がなくなっちゃうから、どんどん値段下がっていって結局自分の儲けが1万円ぐらいの時に売るみたいな。最初から1万6000円とか1万5000円でどうですかって言われた時に最初ね、売っちゃえばどんどん傷は深くならずに済むんですけど、一発目下げた時って売らないんですよほぼ。だからどんどん安くなって、で1万3000円で買う人が現れ、1万2000円で買う人が現れ、で今度1万2000円で売れたら1万2000円じゃ売れなくなってくるんですよ。どれぐらいで売れ相場ができてきちゃうわけじゃないですか、メルカリとかオークションで。そうすると下げないと売れなくなってしまうっていう状況に陥って、結局本当に欲しい俺の元に、俺は定価で買ってたら1万6000円で買ってた、もしくは足して2万で買ってたところを1万円で単品で手に入れるっていうことになるんですよ。皆さんももし我慢できるんであれば、そういうふうにちょっと使ってみてください。だから今すぐゲットして今すぐ使うのかっていうね、自問自答してみて、どこに使うシチュエーションがあるんだと。で本当にもしかしたらね、そのまま1万2000円だろうが1万円だろうが魅力感じなくなって結局いいやってなるかもしれないです。もしかしたらもう次のコラボでもっとかっこいいやつが出てくるかもしれないです、そうしてるうちに、うん、もしかしたら俺好みのこのポケットの周りに白いラインが入ってないやつとか、俺の好きじゃないこの国旗が入ってないやつとかで、俺の本当の欲しい2ラインの長袖のジャージとか出るかもしれないじゃないです か。その時に買わなくてよかったって思ってる時だ、これのレギンスタイプも出るかもしれないしね、期待してますよ、これのレギンスタイプとかね、うん、レギンス欲しいんですよ。
女子の買っちゃおうかなと思ったけど、ちょっとバレる、女子物だなって着るとバレるかもしんないんで、バレるというか違和感があるかもしんないんで、うん、やめときますけど。だからみんなそういう考えで一旦諦めてみてはどうでしょうか。後々安く手に入るみたいな、うん、そういうモチベーションで僕はしばらく、半年ぐらいしたら出んのかな、うん、前のやつもあれだよね、前の俺が欲しかったやつなんだっけ、どれだっけ、あ、これも欲しいな、1万2000円か、これもメルカリとかでどうせ出てくるでしょ、これも欲しい、これも欲しいし、これも欲しいし、キリないんですよね。あとどれだっけな、このスタジャンもクロノスっぽいな、あとどれ欲しいんだろうな、あのパンツ、パンツ、じゃあそういうことなんで、買えた皆さんおめでとうございます。